テイルズ・オブ・シンフォニア、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、氷の神殿にやってきたところからですね。アイスコフィン。なんか美味しそうな名前だな。アイスコフィン。ミスリル・ガントレット。ガントレット?あれか、普通に装備なのか。あ、違うな。おじさんか。おじさん用だわ。やばい。てか、TP の消費が激しいな、やっぱこの二人。ほら。相手が悪かったな。ペンギニストフェザー、ここで手に入ってもな。どうしようかな。EX じゃない。メイズアタックの時のやつ。もっと強いの。ないか。ないな。もっとやばそうなやつ。グラビティとかで やるか。よし。結構いい。おお、でっけ。ロボってあれだよね。ヘシアンロボから来てる。ヘシアンロボって、ヘシアンロボじゃねえや。ヘシアンロボは二つ混ざってんだわ。あれだよね。狼のやつから来てるってことだよね。よいしょ。あ。なるほど。スキルが使えないってことか。よいしょ。TP が、減り方がすごいな、もう。基本攻撃がだってあれだもんな。TP 消費攻撃だもんな。アタックアップ。よしよし。オッケー。じゃあ、とりあえず、使うか。よし。どうしようかな。とりあえず、こっち行ける？あ、行ける。いけるんだ。これは？いやでもな、さっきちょっと上見ときたいな。なんかこっち謎解きっぽいじゃん。こっちアイテムありそうな気がする。よし。ミスリルアーマー。外？あ、これ、なるほどね。初とかで帰るとこがここみたいな感じか。こいつらは何なんだよ。怖いんだけど。とにかくこういうのを投げるのが好きな人型実体。怖いんだけど。いてよしよし。ほら。はい。よしよし、あともうちょい。オッケー。では、こっちへ行きますよ、と。で？おお、すごい、ん？これ、どうやって使うんだ？何かをコーラス的な感じではあるんだろうけど。ん？よいしょ。はい。これどうやって、痛い。はい。はい。よしよし。やっぱ魔法ってか、ジーニアスめっちゃ強いな。で、回復担当もいるわけでしょ。よし。はい。ちょい。敵が狼系だから、そういうこと言ってんの？よく考えてるね。ここやっぱ、なんか、あ、
やっぱこれショートカットだよね。うおぉ。つー。つーって。あ、あれそうじゃん。あの、なんだっけ。ペンギニストの、ペッって。ペンギニストの、ペンギニストミトンがないと取れないとかなんか言われてた。なんだっけ。セルシウスの涙か。あれでも、セルシウスの涙は何に使うんだ。余裕余裕。いてててててて。はい。よしよしよし。もっとこう、全体攻撃的なことをしてほしい。オッケー。はい。てか、火に戻ってたな。まあ、いっか。これ、こっち行けないのかな？あれかな、氷のやつを使わないといけないのかな。完全に間違えて火で来ちゃったんだけど。これだね。これどうやって使うんだろう。どういう局面でというか、局面はなんとなくその氷が欲しい的なさ。氷を干したタイミングでの使用っていうのを理解してるんだけどさ。ん？え？それが使えるポイントが全然わからなかったぞ。どうやって使ったんだこれ。え、痛い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 。はい。よいしょ。はい。はい。はい。よしよし。はい。オッケー。あと一体。いた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 。ほら。よしよし。やっぱ魔法って強いんだな。セルシウスの涙があった。エクスティムレベル2。これがセルシウスの涙ってやつなのかな。きっとそうだよ。ペンギニストミトンを使えばいいんだよね。そうだな。セルシウスの涙を手に入れた。ってことはさっきのさ、あの、なんか、水があったとこも同じ方法で、いけんのかな。さっきあんまりちゃんとできなかったんだけど。余裕余裕。もうロボが。よいしょ。よし。グラビティエグいな。あのちっちゃいのを倒すってか1体にしかこれ当たんないの結構きついな。ボス戦だったらいいんだけど。よし。よいしょ。いてててて。ほら。オッケー。あと一体。よし。で、この下だよね。これどっか。なるほどな。なんか、水があるところというか、あれか、つらら的なとこでは使えるっていう感じかな。よし。はい。はい。よいしょ。もう TP だいぶ減ってんのか。厳しいな。よしよし。はい。楽勝だぜ。
OK。で、あら？調べる。この湖が凍れば向こう側まで歩けそうだな。セルシウスの涙の霊気でなら、この湖を凍らせることができるかもしれない。あ、できんの？そんな。よし、思った通りだ。これで向こう側に行けるな。俺でもこれ、こういうの苦手なんだよね。こっからだって行ける？こうで、下行っても多分戻ってくるだけだから、こう行って、こうかな。アイテム。ローズマリー。ローズマリーを手に入れると。どっからだ。あそこの変なところで止まってもしゃあないもんな。こっち行って、こうで。あ、行けた行けた。こうで、こうで、こうだ。エクシムレベル3。これは何？調べる。あ、回るんだ。回るのか。え？見渡せる場所に答えはある？だやら、この扉開く手がかりのよね。見渡せる場所ってどこだ？見渡せる？見渡せる場所、この上かな。ん？見渡せる場所、あれか。ちょっと待って。そうで、一回。右で、下向いてるでしょ？下向いてるで、左か。オッケーオッケー。これでまた同じように、行けばいいだけだね。で、こう行く。で、こうでしょ？で、こうで、うん。で、こうして、こうで、こうで、はい。はい。オッケー。どっち向いてたっけ？こうでしょ？で、こいつが下向いてた。で、こいつが左向いてた。よし。年を取ると。すげえ！雪だよ！おぉ、冷てぇ！ライダー、ほら、つららがあるよ。おぉ、ほんとだ！でっけぇ！なんでそんなに元気なんだよ。まったくだ。早く精霊と契約して、ここを立ち去りたいな。ほんと。年を取ると、暑いのや寒いのがダメになるらしいな。俺様全然平気だぜ。失礼だね。私はまだ19歳だよ。言い返す気力も出ぬ。寒くない。寒くないわよ。リフィルさん、アイテム、とりあえずオレンジ組使っとっか。よし。のセルシウス、契約の資格を持つ者、我が名はセルシウス。かつての勇者ミトスと契約する者。セルシウスがミトスとの契約を破棄し、我と契約することを望む。私と？面白い。お前が私を扱えるのか試してみるがいい。
パーティーを編成します。シーナを含むパーティー編成してください。あーどうしよう。だったらジーニアス外すか。回復担当のリフィルさん必要だなってちょっと思ってき始めたからね。うわ、フェンリルまでいんのか。うわ、普通の、なんか、セクシーな格好した人だ。ちっちゃ。そう、こいつからやろう。ちょっと待って。ナイス。やばい。回復、回復。やばいやばい。よいしょ。あ、そうだ。あれ使わない。これで、これで。1万8000か。なんか、ノームの方が強くなかった？よいしょ。はい。痛い。はい。はい。よいしょ。痛い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 。こいつもいるかな。そういうことか。こいつら2体で1体分みたいな感じか。硬っ。よいしょ。あといくつだ。1万6000か。ナイス、ディフェンスアップ。痛い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 。おら。よいしょ。お、死んだかと思った。よし。溝ダック。ほら、やった。複合時。よしよし。あと、半分ぐらいか。何回見てもそんなに、めちゃくちゃ変わるわけではないけど、何回も見ちゃうな、こういうの。ナース使ってくれ。痛い。ナイス。よしよし。ほら。はい。いや、結構きついな。もうちょっとなんだけど。ほら。よいしょ。はい。終わり。回復気使わなくていいだけでだいぶ楽だな。こんな時まで勉強かよ。火じゃないの。弱点属性戦ってないけど。私の霊気もお前たちの前では南風のようなものか。さあ誓いを立てよ。私を刺激できるような誓いを。二つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るために、セルシウスの力を貸してほしい。承知した。私の力、見事使いこなしてみせよ。イフリートと契約すればマナの流れを分断できるぞ。よし、次の精霊も頼むぞ、シーナ。はいよ。頼もしくなったな。サファイアを手に入れました。シーナは裏交渉符氷を覚えました。これ勝負氷を覚えました。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。